はい、皆さん、自分の動画の再生回数がほとんど伸びずに、需要はほとんどなく、終わった人と思っている制作者です。そういえば、終わった人という映画がありますね。これは舘ひろしさんが出演している映画です。この映画ですね、6月9日にですね、公開されました。6月9日、6月9日、69、69。69? ああ、やっちゃったよ、ね、この人は。これはね、一応東映つながりで、上新ウェブで、デビューでポンという、まあ、クーポンを使いまして、ただで入手しました。実際は5120円だそうです。まあ、ね、これまだ作ってないんですよね。これから少しずつ作ろうかと思います。それにしても、デビューでポンですね、上限が5000円までっていうのが、そういう条件がつきました。一体誰のせいでしょうかね。あんただよ。自分はウェブで買いましたが、店頭で買った方が良かったかもしれません。上新小高店ですね、イオンモールの中にあるんですけれども、これがですね、税込5140円です。シャバリを使ったら1割引きになります。まさか大高店に在庫があるとは思わなかったですね。ちょっと損した感じがします。この商品ですが、フギアライズスタンダードには対応していますが、自分は持っていないのでフギアアーツで対応したいと思います。今回の登場人はこの人、トランクスです。2018年11月発売予定で、ドラゴンスーパーの未来トランクスが製品かけて用意する道具です。ニッパーやピンセットなどはもちろん、ヤスリに緩い場合の接着剤です。なぜ赤色の塗料関係があるのかというと、それは後で説明します。箱を開封したらパーツがぎっしり17種類のパーツがあります。一般パーツの他にシールも含まれています。扱いにくいデカールは廃止になったのでしょうか。おまけパーツ的なセルの抜け殻ですが、目は塗装されていません。なので先ほどの塗装用具が必要です。タイムマシンのキャノピー部分はクリアパーツです。カットの際は特に注意が必要です。冊子になっている取説です。8ページあります。パーツリストに破損した時などの部品請求カードなど印刷されています。このタイムマシンは2017年7月に発売されたもので、決して新製品ではありません。すでに他のユーザーの動画もありますし、何を今更という感さえもしますが、気分転換で購入しました。工程はタイムマシン11、セルで計12です。1工程ずつ動画を作る予定です。ただ完成までかなりかかるでしょう。さて、タイムマシンは最後までやり遂げ完成できるでしょうか。途中で中断はしたくないです。